こんにちは、ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。のて、ピンチャス・エル・ザパティート、ナンバー2、遊んでいきたいと思います。まあ、いわゆる激ムズ壁キックってことは、100万分の600? クレーツ 0.06%。すごいね、これ。だいたい1分くらいの壁キックコースですかね。よろしくお願いいたします。さあ、行きましょう。このベストタイム持ってる人、あれだな。海外の YouTuber さんなら確かめっちゃうまいんだよな。いやー、久々の壁キックだからな。結構時間かかりそうだけど、1時間くらいでクリアできたらいいな。さあ行きましょう。素直にこうだな、やっぱな。うわ、間抜け、オッケー。危ない、ここ。こうだね。で、こうなって。で、こう。で、もう中間反応か。おお、中間取ったら死に放題。サンキュー。あ、ちくわ。俺のちくわが。はい。はい、行きます。オッケー。捕まって、クレーンで揺らしてスピン、はい。うわ、やらしいね。やらしいね。おい、いたー。オッケー。隙間か。うわー、惜しい惜しい。あそこ掴んで中入って、中まあどうなってんだ。ここ、今押す、ダメだったらしいわ。くそ、判定結構きついなこれ。よし、いった。うわー、はー、嘘だろ。いつももっと掴んでるだろ、マリオさん。頼むぜ。押した、落ち着いてな。ほい、オッケー。いやー、まだ続くんか。嘘だろ、もう敵終わりだと思ってたよ。あー、入んねえか。あ、待った、下上やんなくてもいけるよ。ほら、右のところの今死んだところの壁キックで戻ってきて、左上って言った方が多分楽だぞ、これ。あぶねえ、スタートから絶対やり直しちゃダメだろ。あ、早かったか。早かったー。オッケーオッケー、攻略見えたわ、いけるわ。もう多分喋りながらもいけると思う。あと、このヒップキャンセルが入らない理由も分かった。コントローラーのせいじゃなかったわ。そう、壁キックしてからある程度の時間経ってからじゃないとヒップが入らないんだ、これ。今更だけど気づいた。ワンもそうだったっけなぁ。2であんまり壁キックコースやってない。やってないのがよくわかった、これで。いや、ここのヒップキャンセル入んない。オッケー、入ったー。終わりかな。いい、やったー。あ、めっちゃある、めっちゃある。取っとこう、お金。やったー。マリオさん時給低いから、ありがとうございます。イエーイ。いやー、時間かかりましたねー。多分、記録は、あ、そっか、出るんだ。16分くらい。うん。うん、10分くらいか。あれ?撮影のタイム今は17分50なんだけどな。一回抜けたりしたっけな。冒頭そんな6分も喋ってないよね。まあ、いいか。いやー、お疲れ様でした。中間置いてくれてなかったらマジで地獄なんだろうね。これ、もし中間置いてなかったら、100万分の、まあ、200くらいにはなってるだろうな、きっと。クリアやつ 0.02 くらいにはなってそうだね。難しい壁キックコースでした。お疲れ様でした。高評価チャレンジ、人気ランキングとても難しい第2位のコース。ジョジョクッパかな ?Will are you learn to tie his shoes? お?シューズ?靴履くのか。クリア率 1.5% なんで、7回以内にクリアしたら、ぜひ高評価を残していってください。お願いします。
めちゃめちゃ遊ばれてる、これも。42万分の6000か。ジョジョクッパ。よーし、行こう。中身を右に出して、中身踏んで、中身出して、高いところで中身踏んで、中身を右に出して、ここで踏んで、ここで踏んで、これ踏んで、こうなって、こうなって。ちげえな。ん？あれ？そうだよな。わからんすね。あれ？あー、わかったかも。こうか！あー、しまった。これで3級失ったのは痛すぎる。セクション1突破。マジかよ。中身、右に出さなきゃダメだろい。あー、ダメか、もう、積んだか。せめて右の情報を得てから死ぬ。うわ、これはちょっと苦しくなったな。中身、ちゃんと右に出して。はい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 、危ね。ここ。これ。これ。これ。あ、違う。ん？待って、やべえ。理解できないやつが一番やばい。これは、やばいぞ。クリアできない。このままだと。なんだ？なんであの、甲羅を記してたんだ。矢印は。それを理解しろ。いや、これね、やりながらだと理解できないんだよ。見てると大丈夫なんだけど、やりながらだとマジでわかんなくなるんだよね。あ、こっちに出すのだ。こうで。あ、そこで止まんのか。で、踏んで、右か。これは、これ多分、あと2期だよね、ラスト。これ6回目だよ、多分。やばい。なんで？なんで？なんで右に投げた？これは苦しい。もうほぼきつい。本当に奇跡みたいなプレイングをし続けないといけない。その場で、終了。おお、そうなのか。空中で浮くんか、あいつ。びっくりした。いやーねー、これはどっち向きに出すんだねー。あ、違うな。最後、甲羅が走ってくる感じだよな。これ中身、右だろ多分。こうだろ。ほら。で、中身踏んで、甲羅が右来て、チョロップ踏んで、多分最後、甲羅踏んで終了。いやー、これは7期はきつかったな。これは無理だった。ここで踏んで、右に出して、音符切り替えて、これ踏んで、これ踏んで、うわー、最後は2期で終了だったか。やっぱ2期で、2期は残さないとダメだったな。あー、序盤の3期ロスはダメだ。あー、そこをしっかりしないと。ああいうとこね、ちゃんとやっていかないとね、みんなでバトルとかもね、レート上がんないんですよね。ネタ、ボム兵は頭がでかかった。なるほど。このボム兵を倒さないと入れない。ゴールできないってことですか。ああ、多分そうだな。頭がでかかった。いや、倒せないよね。だってここにさ、ここに普通にブロックあるんだぜ。どう考えても無理だよね。もしかしてさ、ハンマーって貫通する？壁の中。いや、しないよ。しないしないしない。ほら、貫通してないでしょ。まあ、若干さ、腕が壁の中にめり込んでるようなのは見えるかもしれないけど。あ、待って、これさ、もしかして後ろ向きで、いや違う。さすがに無理だよね。そうだよね。後ろの方がさ、めり込んでるからさ、ワンチャン、振りかぶった時にボム兵倒せないかなと思ったけど、やっぱ無理か。ハンマーをこのマリオが立っているとこのブロック、おー、いけた！この、ここ、そう、この、斜め45度。右下に向かって斜め45度に向かって、打ちたかったんだよね。伝わんねえだろうな、これ。いけんのか、これ。すげえな。これあれだね。みんなでバトルとか絶対食い込んでほしくないね。4人対戦用コースとか。絶対やめてほしいよね。超イラつきそう。まだ誰もクリアしてないスピランがあるので、やってみてください。四つ葉ギルドの大ファンです。ありがとう。自分の作ったコースにコメントくれたんだよね。iPad 欲しい。
これだな、多分。四つ葉ギルドのみんなへ捧げるスピードラン。ありがとう、再投稿。クリーチ2時間。頑張ったな。でも、四つ葉ギルドの千早がプレイさせていただきます。よろしくお願いします。ほい。まずはかっこいい。これは、まあ、ズルできないな。おう、ここしゃがまないとやられるんだ。オーケーからの右に走ります。オフの切り替えを、ここは行わなくていいんだね。で、ここだけ。うわ、むずくね。おいおいおい、ここめっちゃむずいじゃねえか。三段ジャンプーで行かなきゃいけないのかな？むず。オーケーからの壁キックを左で。オッケー。からの上で。あー、ぶね、これジャンプいらないのか。ヒップぶちかましいの、スピン入れの、左壁伝う？伝わなくていいんだ。はい。やばい、ダバダで見づらい。ダバダで見づらいよー、ぶね。しゃがんだ方が早いっす。しゃがんだ方が早いっす、ここも。しゃがんだ方が早い。しゃがんだ方が早い。マジか、最後の最後で見せた。いやー、これは時間足りねえだろうな。はい、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 はい。うわー、なにこれ。うわー。こいつは厄介だー。ここすーげー厄介だなあ、やべ、早い！調整入れる！ガー！頼む！いったー！ナイス調整、神！うーわー、ミスって合格。ミスってゴールすんのかよ。うわーい！うわー、よかったー。氷のところで飛ぶタイミングを間違えたんですよね。で、一回くるんでご了承んですけど。あぶねー。いやー、お疲れ様でした。四つ葉ギルドの佐竹博文が無事クリアいたしました。